大阪市立伝房小学校は、大阪府大阪市此花区にある公立小学校。明治時代初期に、当時の西成郡北伝房村に開設された学校を起源とする。太平洋戦争の戦災に伴って、後見、鳥島の二小学校を統合したが、後に、両校は再開校している。学童保育の源流の一つとなる放課後に、 共働き家庭の児童の指導を行う仲良し教室を近畿地区では初めて校内に設置した学校でもある。仲良し教室は1965年6月に校内の一角に設置されたが校舎増築用地の確保のために1971年に廃止されている。明治時代初期の学生発布に伴い、当時の西成郡北伝房村2873年3月8日、 第3大学区大阪府管内第3中学区第5小区第2小学校として開校した。当初は北伝房村、南伝房村、猿村など、計7村を航区とし、北伝房村、西年寺に仮校舎を設置した。1877年には、西年寺が火災被害にあったため、北伝房村、安楽寺に一時移転した後、 1877年11月には北伝房村151番屋敷に移転した。1887年には西成郡伝房尋上小学校となり、1888年には伝房館異小学校となった。1892年には再び伝房尋上小学校に改編され、 1898年には、高等科を併設して、西成郡伝望神常高等小学校と称した。明治時代中期までは隣接する西成郡福村と学校組合を作り、福村在住の児童も伝望小学校に通学していた。しかし新淀川が開作されたことに伴い、福村と伝望村は新淀川で隔てられた。そのため、 福村の児童は伝房小学校への通学が困難となり、1899年5月8日に福村独自の学校として、西成郡福神城小学校が開校した。福小学校の開校に伴い、伝房小学校は福村を校区から分離し、伝房村単独の学校となった。伝房町は地域の発展により人口が増加し、それに伴い児童数も増加した。 従来の校舎が手狭になったため、1923年10月に元中高所跡の現在地に移転している。電房町は1925年に大阪市に編入した。編入に伴い、大阪市電房神常高等小学校に改称している。1941年には国民学校令により大阪市電房国民学校と称した。 太平洋戦争の戦局悪化により、1944年6月15日には、池田市池田国民学校に集団避難を実施し、また1944年9月から終戦後の1945年10月まで、学童集団疎開を実施することになった。伝房国民学校では、愛媛県馬郡川野江町、三島町などへの疎開が実施された。 1945年の大阪大空襲では地域に大きな被害を受けた。終戦直後の1945年8月から1946年まで校舎を消失した淀の水高等女学校が一時仮校舎として伝望国民学校の校舎を借用した。また、近隣の高圏国民学校、鳥島国民学校は戦災被害により休校となり、 1946年に伝防国民学校に統合されている。1947年には学生改革により大阪市立伝防小学校となった。1950年9月3日のジェーン台風では校舎が床上浸水の被害を受け、また校区の被害も大きかったため被災後10日間臨時休校している。戦災からの地域復興により、1956年には 旧高見国民学校後に高見文校を開設した。高見文校は2年後の1958年、大阪市立高見小学校として独立、再開した。また、大阪市立鳥島小学校は1960年、3年生以下の児童で再開している。1965年には校内に留守家庭児童を対象にした仲良し教室を設置した。 大阪府における学童保育の歴史については、保護者の共同運営や福祉法人による運営など、複数の源流を見出せるが、行政による事業としては、大阪府及び近畿地区で初めてとなる。仲良し教室は1971年に閉鎖されている。ありがとうございます。